はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3のいろいろな量の変化率やっていきます。で、問題2もありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は9が主役です。で、どんな9かっていうと、毎秒3平方だね。センチメートルの割合で表面積が増加する9。つまり表面積、周りね。これが増加する。つまり膨れてる感じです。どんどん大きくなっていく9がね。で、その9が半径が4になった時、その瞬間における体積の変化率を求めなさいという問題です。で、2番のね、図形は違うんですけど、同じように変化率を考えていきます。で、このタイプの問題の特徴としては、まず、分かってないやつを文字で置いてしまいます。いろいろとね、体積とか、表面積とか、いっぱいあるんでね。で、こっちもこっちも毎秒ってのが出てくるんですけど、秒によって、まあ、考えなきゃいけないので、時刻をまず t で置きましょう。ちょっと省略で書きますね。時刻は t にします。で、半径出てくるんで、半径は r にしましょう。で、表面積を、S、まあ、よく使う文字でいこうか。で、体積が V ですね。まあ、こう置いておきます。で、Q が主役なので、まず表面積と体積に関しては公式がね、使えるから、まず書いておきましょうか。で、1番に関しては、ものすごい回りくどいやり方をします。筋道が見えてる方からすると、えって思うかもしれないんです。ちょっとね、ご容赦ください。で、表面積の公式は、4πr2乗。で、体積は3分の4πr3乗ですね。これが公式だと。で、次にですね、ゴールを考えましょう。ゴール。何を求めたいのかと。で、結局求めたいものは、半径が4になった瞬間における体積の変化率です。で、こういうタイプの問題の一個のね、一つのポイントとしては、こいつらを何によって微分して考えていくのかっていうのが大事なんですけど。で、結論から言うと、これ t です。時刻によってそれを微分していきます。まあ、t の関数だと思って考えてください。つまり、体積の変化率っていうのは体積 V ですよね。今回のゴールは V を T で微分した dV/dt。こいつを求めたいんだっていう、これがゴールだと思ってください。で、ちなみにこれを出すと文字もね、出てきた状態で入ってきます。こうやって出てくると。で、半径が4になった瞬間の変化率だから半径 R。つまり、R をイコール4を代入して答えが導けるって、そんな流れになります。いいかな？じゃあこいつ出したいと。で、今 V もあるからさ、本当はこれを T が T で微分できれば一発なんだよね。でもできないわけよ。R の関数になっちゃってるから。ってことは、こいつ、まあ上もそうなんですけど、R で微分することができます。両辺を。つまり、V を R で微分した dv/dr。これはできる。で、3r2乗は 2r2乗になるので、3r3乗か。r3乗だね。が 3r2乗になるんで、これ 4πr2乗になります。微分すると。で、後で使うんでね、上も微分しておきましょう。dr ね。r で微分しましたと。これが 8πr。こうなります。ってことは、dv/dr は使えるんだよね。dv/dt 一気にいけないけど。だから合成関数で考えます。ここに一回 dv/dr 入ってもらいましょう。その代わりこれに戻さなきゃいけないので、dr/dt をかけることによって、dr 消えるからね、dv/dt に戻りますと。つまり、dv/dt を求めるために dv/dr と dr/dt 二つが分かれば出せんじゃんと。しかも左側分かってるからね。dv/dr に関してはここで 4πr2乗とも分かってるから、あとは右側のみだと。じゃあこれどう出すかっていうね。で、今問題の中で与えられてるものの中で1個使ってないものがあります。何かっていうと、これ毎秒3センチとか3で3平方センチだね。で、こいつですけど、この3っていうのは表面積が増加してる量なんです。表面積の増加率、あ、変化率が3なんです。表面積 S ですよね。つまり S を T で微分したものが3なんです。ここ今この3はね。じゃあこれうまく使いたいと。で、これもう一回合成関数で考えます。ここが欲しいんですよね。で、dr/dt が欲しいんで、まあ、結局ね、dt/dr になってしまうんですけど、まあ、ちょっと無理やりこれ持っていきましょう。発想としてはこれが欲しいなっていう発想です。dr/dt がね。欲しいんで、ここをうまく使っていきます。使っていくと、dr/ds にします。dr/ds。
かける、これに戻さなきゃいけないから、ds, dt と。s に間に入ってもらうことによって、これで合成関数を作れましたと。で、よく見ると、d, ds, dt、3、もろにこれ3ですよね、ここ。3となってる。ここは反対になってるんですけど、dsdr, drds 出ております。つまり、これを逆数にした、ちょっとこれ重ねるとあれだね。8πr 分の1がここに入れることができる。つまり、drdt っていうのは 8πr 分の3っていうのがわかります。ここね。8πr 分の3。ってなって、で、まあ、いろいろごちゃごちゃやってきましたけど、DVDT、DT が求められたと。まあ、π と r が消えるから、残ったのは、2分の3。ここで間違えたくない。r、こうか。はい、出ました。シンプルですね。DVDT 出てきました。で、ここで終わりじゃないですよ。ね、まだ4使ってないからね。半径が4の時の変化率を求めたいので、r に4を代入すると。ここね。r イコール4を代入。することによって、入れると、6と。つまり、半径が4になった時の、瞬間における体積の変化率は6でしたよと。で一応まあ体積の話なので単位をつけるんだったら、体積だから立方センチメートル毎秒か。まあこれが単位になりますね。という感じでございます。いいかな？まあ周りくどいですけどね。あ、見えてる方はもうこれとこれやって、どうせこれ使うからこれ使ってこれ出してって見えると思うんですけど、慣れるまではこうやって一個ずつ、やると、無駄なものが一個もないので、全部使ってるからね、いいかなと思います。では2番行きましょう。直円錐ですね。円錐、綺麗な円錐です。それが逆さまになっている容器がございます。で、毎秒3、立方だね。立方センチメートルの割合で水を注ぐと。水を入れていく。で、水面の高さが6になった時の水と水面の上昇する速度を求めなさいと。で、これも、まあ、毎秒と言ってるので、時刻ね。これがキーポイントになるから、時刻を t と置きましょう。で、あとは、水面の半径ね、10って書いてあるので、まあ、こっちか、本当はね。水面の半径がまた r。で、高さがね、大事になってきますんで、高さを h にしておきましょう。あとは体積か。まあ、容積ですけどね、一応体積にさせてください。体積 v と置いておきます。いいかな？で、その入ってる水の、水もね、結局円錐になりますんで、体積の公式言っておきましょう。ほにゃら水っていうのは三、出てこない言葉。底辺、これ、底面積だ。出てこなかった。底面積かける高さかける3分の1です。底面積はまあ円なんでね、半径かける半径かける π、つまり r2 乗 π、πr2 乗か。これが円の面積。それに高さをかけて、ほにゃらら水だからね。3分の1もかける必要があるので、3分の1、πr2 乗 h と。今回はね、表面積関係ないので、これだけでいきましょう。これだね。さあ、じゃあまずゴールからいきますか。水面の高さが6。つまりね、高さが h が6ね。h が6になった時の水面の上昇する速度。上昇する速度ね。で、水面が上がる速度で何が増えてるのかというと、高さが増えてるわけ、結局。だから、高さを t で微分したものがゴールです、今回は。つまり、今回のゴールは、高さを t で微分した dhdt です。これがゴールになります。じゃあ、ここまで持っていきたいと。で、まず、これね、じゃあさっきみたいに一回微分してみようって考えたいところなんですけど、いきなりできないんですよね。r と h 変数が2個あるんで、どっちで微分したらいいんだって話になってくる。だからちょっと待っておきます。で、1個使ってないのがこれです。毎秒3立方センチメートルの割で水を注ぐと。で、これは体積が3ずつ増えていくわけです。体積が3ずつ増える。つまり、これもあれか、黒にしようか。体積を t で微分したものが今3なのね。dvdt が3になります。ってことは、これちょっとうまく使いたいですよね。ってことで、じゃあ、ここに、試しに dvdt を入れてみようと。下に t ちょうどあるからさ。で、それを合わせるために、ここに何をかければいいかっていうと、dhdv をかければ、dhdt 戻るじゃないですか。で、しかも dvdt も出てるから、3で。出てるから、じゃあこっちが欲しいなと。で、これは、3回でもね。
これは逆さまにしてしまえば DVDH ですね。DVDH。V を H で微分してるんです。つまり、こいつを H で微分したいなと。こっからね。こう行きたいわけ。R 邪魔だなと。R が消えてくれれば H でシンプルに微分できるから。じゃあ、なんとかして消せないかなって考えた時にこれが消せるんです。で、どう消せるかっていうと、今、R と H の関係、まあ、非難が書かなくても一発でわかるんだけど、本当は。R っていうのは半径です。H は高さですね。今、この中の水のやつも、ま、直円錐になってますけど、相似になってるので、元々のでっかい容器で考えると、R は10で高さは20なわけですよ。つまり、R は10で高さは20の関係はずっと維持されるわけ。中の水のやつもね、入ってる量の直円錐も。ってことは、まあ、1対2ですわ。10で割るとね。こう。ってことで、これを、計算すると、まあ、外外中中でやると、H イコール 2R で約分とか2で割ると、R イコール2分の 1H なわけ。まあ、R は H の半分って見てわかるんだけど、まあ、一応こうなると。こうすることによって、R と H が繋がるんですよね。1個の式で。で、それをここに代入すればいい。R のところに2分の 1H を。入れると、2乗するから4分の 1H2 乗なので、12分の 1πH3 乗となります。ごめんね。これなってない。これは代入しただけなんで、まだ DV、V だわ。このままね。で、こっからじゃあ微分しましょうと。DVDH。H だけになったからね、シンプルに微分して、H3 乗が 3H2 乗。つまり、4分の 1πH2 乗とこうなります。ってなれば、あと入れるだけだからね。今反対になってるんで、これを反対にして入れます。そうすると、ここは、πh2 乗分の4ですね。dhdv は逆、これをね、逆数とかひっくり返すから。ってことで、πh2 乗分の12と出てきました。欲しかったら dhdt が出てきましたと。でもこれがゴールじゃないからね、まあね。最後求めたいのは、水面の高さが6。つまり h が6の時のこいつなんで、h に6を、6。これを代入すると。すると、6636なので、3π 分の1か。これ入ってるかな？あ、結構入ってるね。ちょっともうちょっと大きく書きますね。答えは、3π 分の1。分の1と。で、単位は高さの変化なので、センチメートルに S か。まあ、単位つけるならね、センチメートル前 S と、こうなります。いいかな？まあ、ひとまずはね、文字で置いて、まあ、微分して合成関数使ってって形になるんですけども、やり方としてはね、ほとんど同じになりますので、まあ、こんな感じでぜひね、解いてみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。